パレスチナ問題は各国が絡み合う難しい問題。誰でもわかるようにパレスチナ問題を解説。大変だぜ、霊夢。あら、マリサどうしたの？そんなにのんびりしている場合じゃないんだぞ。テレビでロケット弾が発射されたってニュースが続いてるし、これ以上戦争が起こったら、日本も戦争に巻き込まれるかもしれないんだぜ。マリサが言っているのは、日本時間の10月7日に、パレスチナのガザ地区から、数千発のロケット弾がイスラエルに発射されたことかしら？確かに事実上の開戦状態になったわね。マリサは今回攻撃したハマス、攻撃されたイスラエルについて知ってるかしら？聞いたことはあるけど全然わからないんだぜ。なんでハマスって国は攻撃したんだ？いろいろと説明しなきゃいけないけれど、まずハマスは国ではないわ。パレスチナ自治区の中にあるガザ地区を、実効支配しているイスラム系組織のことよ。そうなんだな。じゃあ、イスラエルは国なのか？そうよ。イスラエルはユダヤ人が治めている国なの。でも、なんで戦争するまでになったんだ？それにはここに至るまでの歴史や、宗教での対立が複雑に関係しているわ。マリサでも理解できるように噛み砕いて説明していくから、よく聞いてね。それでは、ゆっくりしていってね。今回攻撃をしたハマスは、パレスチナ自治区のガザ地区を支配しているんだけど、このガザ地区はとても狭くて貧しい場所よ。そんなに小さいのか。地図を見たら、よくわかるんじゃないかしら？おお、めっちゃ狭いな。東京23区の3分の2ほどの大きさの場所に、200万人が住んでいるわ。失業率は 67.4% とも言われていて、7割の人が住む場所を失った難民よ。そしてここは別名天井のない監獄とも呼ばれているわ。監獄？ここに塀でもあるのか？まさしくそうなの。イスラエルがテロの防止や安全のために、塀やフェンスを設置して軍事封鎖を行ったわ。それって問題があるんじゃ。そうね、イスラエルが国際法で禁じられている集団懲罰をしていると、国連や人権団体から、強い批判を受けているわ。このガザ地区は今、どんな状態なんだ？物や人の出入りが厳しく制限されている状態よ。今も慢性的に燃料や食料、日用品、医療品などが不足して、国連などの支援物資で繋いでいるわ。物が足りないって、とても厳しい状況なんだな。一日一食ってことも多いみたいね。そうなのか。私の胃袋は耐えきれないんだぜ。ただこのガザ地区の問題は、軍事封鎖がなくなれば、解決する問題がほとんどなの。じゃあ、今すぐイスラエルに閉鎖をやめるように言えばいいんじゃないのか？その考え方は正しいんだけど、この状態に対してすぐに効果のある措置を取ることは難しいの。そうなのか？兵をなくすことで今度はイスラエル側が攻撃される危険性もあるし、境界線をめぐって衝突が増えていく可能性は、大いにあるのよ。そうか、今ある壁をなくすと、それはそれでいろんなリスクがあるんだな。そう、正しいからってなくすっていう、そんな単純な話ではないってことよ。今までの話を聞いてると、ガザ地区がかわいそうに感じるぜ。現状だけを見るとそう感じる人が多いかもね。でも実は、イスラエルの人たちにも、同情せざるを得ない事情があるの。それってどんな事情なんだ？現在のイスラエルに2000年前に暮らしていた民族がいたわ。さて、その民族とは誰でしょう？出た、霊夢の急なクイズ。急すぎて全然わからないぞ。正解はユダヤ人。イスラエルを作った民族ね。アラブから迫害を受けて、ようやくたどり着いた地がここだったの。でも、その後ローマ軍が攻めてきてユダヤ人たちはまた世界中に散っていったわ。ユダヤ人って、そんなに長く迫害されていた歴史があるんだな。そうね。そしてユダヤ人がいなくなった後、ローマ帝国が滅亡して別の民族が住み始めたわ。その場所に住み始めたのがパレスチナ人よ。パレスチナ人はそれから1500年の間、イスラエルに住み続けているの。霊夢、もうちょっとわかりやすく教えてくれよ。簡単に言うと、ここイスラエルは、大昔にはユダヤ人が住んでいた土地で、パレスチナ人が住んでいた土地でもあるの。そうか。ユダヤ人もパレスチナ人も、自分たちが住んでいた土地に住みたいから、戦争しているってことだよな。ざっくり言うとそうなんだけど、戦争になるまでこじれたのには、もっと深い理由があるの。気になるぜ。それってどんな理由からなんだ？こじれたきっかけは2つ。ズバリドイツとイギリスにあるわ。まずドイツの話は歴史上とても有名ね。第一次世界大戦の時のナチス、ドイツのことを、マリサは知ってるかしら？確かたくさんの人が逆、されたって話か？そう、この話は誰でも知っている話だと思うわ。ユダヤ人のアウシュビッツ収容所で、600万人の人が亡くなったと言われているわ。信じられないくらいの人数なんだぜ。日本でいうと千葉県の人口が620万人。それくらいの人が亡くなった痛ましい話なの。そしてユダヤ人にとっても、とても屈辱的な出来事だったの。
それもあって、ユダヤ人の国を作るんだというシオニズム運動が起き始めたわ。それに目をつけたのがイギリスね。なんで、そこでイギリスが出てくるんだ？第一次世界大戦では、イギリスとドイツが戦っていたわ。戦争で勝つためには何よりお金が必要だったの。そこで金融業を営むユダヤ人に、国を取り戻してユダヤの国を作りませんか、と誘ったのよ。随分、口がうまいんだぜ。ちなみに、イギリスはオスマン帝国からの独立を目指す、アラブ民族主義も利用したわ。メッカの大主フセインに対して、アラブの独立支持をする、と協力を仰いだわ。つまり二股してたってことか？マリサ、実はそれだけじゃないの。同盟国であるフランスとは、戦争後に土地を分割するという協定を秘密裏に結んでいたの。私も驚きの三股だぜ。これって全員に違う約束をしたってことだよな。そう、イギリスは守れない約束を重ねて、三枚舌外交と言われる戦略を取ったの。それから徐々に、パレスチナ人とユダヤ人の関係が、こじれていってしまうわ。自分たちのものになると思ってたのに、ならないって知ったら驚きだもんな。でも、このイスラエルの土地をどうするかは、国連が最終決定を下したの。へえ、国連が入ったからには安心だな。でもね、これもうまくいかなかったのよ。なんでなんだ？国連の決定はパレスチナ人には 43% の土地、ユダヤ人には 57% の土地を与えることだったの。なんでユダヤ人の土地が多いんだ？そう思うのが普通よね。これには周辺のアラブ諸国が猛反発したわ。武装対立と緊張状態が続く中、1948年にユダヤ人は一方的にイスラエルの建国を宣言。驚きの強硬手段だな。これをきっかけに中東戦争が始まったわ。住んでいたパレスチナ人は、徐々に住んでいる場所を追いやられ、そこにはユダヤ系住民が住むようになったのよ。そして難民となったパレスチナ人が今いるのが、パレスチナ自治区と呼ばれる場所ね。あれ？ガザ地区のことばかり聞くけど、自治区って2カ所あるんだな。そうなの。パレスチナ自治区はガザ地区と、ヨルダン川西岸地区という場所があるわ。ガザ地区ばかりピックアップされがちだけど、ヨルダン川西岸地区も 60% 以上が、監視を受けている地域で、イスラエルの入植地にもなっている場所よ。入植ってなんだ？入植は説明すると、パレスチナの土地なのに、イスラエルの人が勝手に住んでる状態ってこと。ヨルダン川西岸地区は水の資源が豊富なの。イスラエル側としては、この地域を支配したいという思惑がありそうね。少しずつ分かってきた気がするけど、なんでこの場所にこだわって争う理由があるんだ？パレスチナ問題を考えるときに、住む場所を争っているだけではない、というのが重要になってくるわ。ズバリ考えなきゃいけないのは宗教問題ね。ここに来て宗教。ちょっと待てよ。霊夢に壺を売られるかもしれないんだぜ。ちょっとマリサ。騙してなんかいないわよ。へへ、冗談なんだぜ。もう。でも本当に宗教は複雑な問題なのよ。イスラエル人はユダヤ教、パレスチナ人はイスラム教の多い民族であり、その宗教の違いが深い対立を生んでいるの。マリサはエルサレムを知っているかしら？なんか聞いたことはあるぞ。視聴者の皆さんも、一度は耳にしたことがあるんじゃないかしら？今はイスラエルの首都とされている場所だけど、ここにはユダヤ教とイスラム教の聖地があるの。つまり、その聖地を他の宗教の国に取られるという事態に陥っているのよ。イスラム教を信仰しているアラブ諸国の国からの反発は当然ね。だよな。きっとラーメン好きにとって、ラーメンの聖地がどこか問題ってくらいだぜ。マリサはすぐ食べ物に行くわね。ちょっと違う聖地問題になっちゃったけど。ごめんだぜ。ちょっと小腹が空いちゃって思いついたんだぞ。もうマリサったら。じゃあ、話を戻すわね。アラブ諸国からすると、イスラエルがアメリカと同盟を結んでいること自体が面白くないのよ。アメリカにはキリスト教徒が多いから、アラブ諸国はキリスト教にも反発してるわ。明らかに飛び火だぜ。でも、アラブ諸国がアメリカに反発してる理由が見えてきたんだぜ。そうね。イスラエルを軍事的に支援しているのはアメリカだから、アメリカが憎い、キリスト教も憎いって考えになっていくのは自然なのかもね。宗教って考えていたよりも、深い対立があるんだな。そうね。ちなみにキリスト教の聖地もエルサレムにあるのよ。じゃあ、三つの宗教の聖地がエルサレムにあるってことなんだな。そうよ。だから今でもエルサレムの東側にはパレスチナ人が多く住んでいるの。いっそのこと、エルサレムは誰のものでもないって決めたら争いも起こらないのにな。国連もそれをわかっていたから、1947年のパレスチナ分割会議でエルサレムを国際管理都市としたの。へえ、そうだったんだな。でも、その後はヨルダンが支配して、今はイスラエルが支配している状態になるわ。しかも、アメリカのトランプ前大統領が首都と認める発言をして、実際に大使館を、エルサレムに移して、より反発が強くなったの。そうだったのか。全然知らなかったぞ。
パレスチナの問題を知ると、見え方が変わるな。そうなのマリサ。知ることは本当に大事よ。自分たちの聖地を勝手に首都にされたことに対する反発と、もともと住んでいた同じイスラム教のパレスチナ人を追い出していることへの反発。この二つの反発があることが、パレスチナ問題が深刻な原因になっているわ。だいぶ歴史や宗教の問題が見えてきたわね。次はハマスについて説明するわ。ハマスはガザ地区を実効支配している強硬組織、という認識が強いかもしれないわ。そうだな。とにかく武器を持ってて、怖いイメージはあるぜ。実はハマスは別の一面も持っているのよ。え、そうなのか？ハマスはもともと難民キャンプを支援していた福祉団体だったの。スポーツを教えたり、幼稚園や相談所を作ったりしていたのよ。市民に寄り添ったことをしている良心的な組織じゃないか。そう、ハマスはもともと福祉的な組織だったの。占領地となっていたガザ地区には、基本的な市民サービスが存在しなかったから、パレスチナ人が自分たちで作り上げていったのよ。日本だと NPO 団体のイメージに近いわね。へえ、イメージと全然違ったんだぞ。その後政治運動を行っていくんだけど、自爆攻撃が多く行われたことにより、ハマスはテロ集団というイメージがついたわ。今までとは違う一面が出てきたってことだな。実はイスラエルには、ハマスとファタハという二つの勢力があるわ。ファタハは穏健派で、1993年にそのトップのアラファト議長と、イスラエルのラビン首相が和平を結んだわ。これはオスロ合意と呼ばれるもので、共存を目指す宣言だったのよ。え、じゃあ平和な時期はあったってことか？そう。10年くらいは平和な状態が続いたわ。でも、宗教の問題でまた対立が深まったの。そしてテロが日常的に発生するようになったわ。そうだったんだな。きっかけはイスラム教の聖地に、イスラエルのトップが訪れたことね。行っただけなのに、か？行くこと自体が大きな問題なのよ。エルサレムは渡さないというメッセージが込められた訪問と、イスラム側に受け取られたの。そしてパレスチナでも変化が起きるわ。2006年に強硬派のハマスが選挙に勝利して、それをきっかけに分離壁が作られていったの。せっかく平和が目前だったのに。平和への交渉が難しくなってしまって、自分の国をどうしたら守れるのかという危機感ばかりが、生まれるようになってしまった。それから、イスラエルとガザ地区は緊張状態が続いているわ。2008年以降は2年おきくらいにイスラエルが激しい攻撃をしているわ。霊夢、戦争ってお金かかるよな。パレスチナ自治区はとっても貧しい国なのに、なんで戦闘ができるんだ？マリサ、いい視点ね。ハマスはイランから武器の支援を受けているの。だからお金はないけど武器はあるっていう、おかしな状態になっているわ。この問題ってイランも関係しているんだな。そうなの。パレスチナ問題は、もっといろんな国が関係している問題になるわ。具体的に他の国の関係も紹介していくわね。実はパレスチナ問題は、中東で起きている問題だけとして片付けてはいけないの。他国が関わっていることも知っておくべきよ。例えば1948年から始まった中東戦争では、パレスチナを支援したのがアラブ諸国やソ連、イスラエルを支援した国はアメリカやイギリス。おお、大きな国の名前が出てきたな。そうね。アメリカとロシアはずっと犬猿の仲ね。中東戦争でイスラエルが勝利を収めたわ。これでちょっとは落ち着いたんだな。これで一安心と思いきや、親米になったイランがアメリカに近づいてきたわ。ただ、仲良くしたかっただけなのか？イランも有数の石油国だし、きっと政治的な思惑も絡んでいたんじゃないかしら？でもそれに対して国内での不満が高まって、学生がアメリカ大使館を襲撃したわ。あれは本当に長期戦だったわね。そんなに長かったのか？一年以上も人質を取っていたのよ。それは気を失ってしまいそうな長さだぜ。その事件をきっかけに、アメリカ社会ではイランに不信感が募るようになったわ。そりゃあ、そうだよな。そして、イラク、イラン戦争が始まったわ。アメリカはイラクに武器提供を行ったのよ。親米だったのに、反米の一部の人がきっかけで、戦争になっちゃったんだな。結果的にイラクが勝利して、中東でも台頭するくらいの軍事力をつけたわ。でもそのイラクが1990年に、クウェートに侵攻するという予想しない行動に出たの。イラクが勝手に戦争したのか？そうなの。中東各国が封じ込めようとしたんだけど、軍事力をあまり持っていなかったこともあり、最終的にはアメリカに頼ったの。それからアメリカ軍が中東に駐留して力を持ち始めるようになるわ。そうだったんだな。これに反発した人も多くて、テロなどにも繋がっていくことになるのよ。いろいろと複雑なんだぜ。そして、落ち着いたと思ったら、今度はイランの核開発疑惑が浮上するの。北朝鮮とかもそうだけど、核を持つと何が問題になるんだ？
核兵器を持っている国を刺激して、ミサイルが飛んできたら大変よね。だから、外交上慎重に扱わなければならず、核を持った国は影響力を手に入れられるのよ。確かに。怖いもんな。とはいえ、イランのミサイルはアメリカには到達しないわ。でも、イスラエルなどの周辺国には届くわね。アメリカはイランに対して、厳しい経済制裁を、加えたり、空母を近くに派遣するなどしていて、緊張感が続いている状態よ。なんか戦争の一歩手前って感じだな。めちゃくちゃ緊張感が伝わるぜ。そして、中東とアメリカの関係が分かったら、今度はサウジアラビアについても知りましょう。なんで急にサウジアラビアなんだ？アラブの中でもサウジアラビアは、イスラム教の聖地メッカを抱え、最大の石油産出国として有名な大きな国ね。へぇ、権力がある国なんだな。そんなサウジアラビアとイランは、中国のおかげで国交が正常化しているわ。2023年の3月のことね。めっちゃ最近だな。そうなの。そして、それに続いてアメリカがイスラエルとサウジアラビアの仲を取り持った。でも、それってアメリカと国交を断絶しているイランにとっては面白くない出来事なの。確かに、仲良くしている友達に、嫌いな人が近づいてきたら嫌な感じだぜ。そして、反アメリカのイランは、ハマスに軍事支援のつながりがあるわ。今回のイスラエル攻撃には、もしかしたらイランが裏で関係しているのでは、と囁かれているの。それがもし本当だったら緊急事態なのよ。なんで緊急事態なんだ？イスラエルとハマスの問題じゃなく、イランとアメリカの問題になりかねないからよ。しかもイランは中国と仲がいい。ロシアもアメリカとは犬猿の仲。そうなると、世界戦争にまで発展するかもしれないってことよ。急にでかい話になったぞ。世界中で戦争が起こるってことだよな。最悪の事態はそうかもしれないわ。しかも、ロシアとウクライナは戦争中で、アメリカがウクライナを支援しているわ。もう一つ戦争が起きたら、本当に深刻な状況に陥るかもしれないわ。これから世界はどうなるんだ？心配なら、世界大戦が起きたら生き残る国ランキングも見るといいわ。この動画もきちんと見るけど、戦争になったら私たちの生活も大きく変わっちゃうのか？マリサが心配するのもよくわかるわ。しかも中東は石油の最大輸出国。遠く離れた日本にも燃料の話は影響するから関係のない話ではないわ。今後の情勢はしっかり見ていきたいわね。ところで日本はどんな立場なんだ？日本はイスラエルとパレスチナが共存できるよう、二国家解決を支持しているわ。令和5年6月の時点で、パレスチナに支援している金額はいくらか知ってる？なんと約23億ドルよ。3500億円弱になるわ。すんごい金額なんだな。軍事閉鎖で何も入ってこない状態だからこそ、それだけの支援が必要とも言えるわね。霊夢、私でも何かできることってないのか？人種や宗教などに関わらず、そこで暮らしている人の命が脅かされている。それをまずは知ることじゃないかしら。そうか、知ることから始まるってことだな。悲しいことに、アメリカでは今回の問題を受けてユダヤ人を対象とした事件が増えたみたい。それは悲しいニュースなんだぜ。イスラエルにいるユダヤの人は、戦いを望んでいるわけではないのよ。今まで迫害されてきた恐怖や悲しみを受けて、ただ自分たちの平和な生活を取り戻したいと思っているだけなの。お互いが主張し合うことで戦いが起きるなんて、とても悲しいぜ。そうね、一人一人が自分に何ができるのか、考えていく。まずは何が起きているかを知る。それだけでも大きく前進していくはずよ。そうだな。イスラエルとパレスチナの話を聞いて、こんなことが二度と起きないようにしたいって強く思うもんな。そう、私たちは歴史から学べる生き物なのよ。少しずつ知る努力をしていきましょう。難しかったけど、霊夢先生のおかげでちょっとニュースを見る視点が変わったぜ。ふふ、まだ説明しきれていない部分も多いから、もっと知りたい。むしろ知っているから聞いて、などみんなの声を聞けると嬉しいわ。コメント欄でぜひ聞かせてくれよな。私はもっと想像力を働かせるんだぞ。でもその前にお腹が空いたからおやつにするぜ。もう、マリサはいつでも空腹には勝てないんだから。へへー、何年経っても変わらない気がするぜ。ご視聴ありがとうございました。